野球では打率3割が打者として一流の証とされている日本のプロ野球で通算打率4,000打数以上がこの域に達しているのは26人しかいない現役の選手を除けばいずれも球史に名を残すバッターばかりだ至難の技だが達人は思考が違う 26人のうちの1人である長嶋茂雄さんは現役時代「10回のうちたった3回成功すればいい」その上で「他のスポーツいやあらゆる社会の仕事の上で通用することだろうか」と失敗の許容範囲が広い野球の競技特性にも言及していた局地的な豪雨をもたらす 戦場降水帯の予報がスタートした大雨への早期の備えを促す狙いで発生が予測される約12時間前から6時間前に気象庁が発表する近年の豪雨被害に鑑みれば国民にとって重要な情報になるだろうただし制度には課題が残っているようだ 過去の大雨で検証すると予測の的中率は4回に1回程度で3回は空振り一方で発生を予測できない見逃し事例も随分あったという怖いのは見逃しの方だ空振りへの批判を恐れず予報を発表してほしい経験を重ねることでヒットの率は高まろう